はい、続いて、第2弾のまた傘のご紹介です。プレモさんのまた新製品長傘、大きな傘で、こちらも新強化グラスファイバーを使用した傘骨ですね、自動開きのステッキ傘、紳士傘ですね、対、風にも強い傘で撥水加工、もちろん、おしゃれなブラック&レッド120センチの傘です、セール価格現在2159円となっております。早速見ていきたいと思います。なかなかね、こう先ほどもね、別の傘をレビューしたんですけど、こちらはこちらでちょっと刀みたいな感じですね。はい、ちょっと忍者が持ってる刀みたいな感じの傘といった具合で、袋もね、こういう風に肩掛けベルトがついております。ちょっと見えにくいかと思いますけど、肩掛けベルトもついてる優れものですね。はい、こんな感じで肩掛けベルトもついて掛けることができます。取っ手の部分をお見せしますね。はい、滑りにくい加工がされております。こういう風に彫り込みのデザインのいい、取っ手とボタンの部分ですね。はい、ここはテープが貼ってます。はい、これハイで使ってください。ここを押すと開閉といった具合のプレモさんの120センチ、開けば120センチになるという傘です。先端部分も、はい、ちょっと揺れましたね。ここゴムで、先端部分これがゴムですね。だからこう下ね、当たってもなかなか先端の部分が傷つきにくいゴムと、安全性のある丸みのある先端部分で大丈夫ですね。安全性も考慮されております。というわけで、早速初お披露目で、カバーを取ってみます。カバーを置いて、はい、こんなものですね。はい、で、中の生地をお見せします。全体ですね、光が当たってるんで、はい、こんな感じで、撥水加工のいい生地でできてます。ここの留めの部分も、なんて言いますかね、ボタンなんでね、ここがね、ジッパ式、ジッパっていうか、こういう風にマジックテープ式じゃないんでね、へたることがない。僕は個人的にね、このボタン式の方が好きです。表面ジップ、なんて言いますかね、こういう風にマジックテープ式だとね、ここが何遍も繰り返すことによって止まらなくなるんでね、このボタン式は最高にいいなと、個人的な意見ですね。はい、今ピントが合いました。ジャスピンにしました。はい、こんな感じで中を見せる。こんな傘ないですよね。中がね、赤の骨ですよね、グラスファイバーの。ボタンを押すと、はい、自動開閉です。はい、自動開閉しました。こんな感じの傘です。はい、非常にデザインがいい。傘骨はね、1、2、3、4、5、6、7本、1、2、3、4、5、6、7本ですけど、グラスファイバー自体がでかいですね。グラスファイバーの骨の部分はしっかりとしておりますので、非常にね、丈夫です。120センチでかなりでかいですね。先ほどしたレビューした傘よりを大きくてデザイン性がいい。まあ、どちらを選ぶかはお好みで、プレモさんの商品ですね。この傘気に入りましたね。こちらは若い方向けにはいいですね。赤でおしゃれ。ここの赤の骨っていうのはね、と赤のここですね。はい、傘のスタンドの部分は非常に赤でね、こんな傘ってめったに初めてです、僕は本当言って。はい、そういったおしゃれな黒と赤のこのマッチングがいいですね、デザインの。はい、プレモさんのこちらは自動開閉になります。もう一度やってみますね。自動開閉、はい、開閉します。はい、こんな感じで自動開閉しました。もう一度たとんで自動開閉やってみます。はい、こんな感じのプレモさんの長傘、大きな傘ですね。新強化グラスファイバー赤ですね。はい、ここの部分も赤で、自動開閉です。
開くと120センチになるブラック&レッドの傘のご紹介でした。お値段お安くて2199円の商品です。では、レビューの URL 貼っときます。またです。さよなら。